皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。さあ、とうとうこれを食べる決意をしました。こちらペヤングの、超大盛りギガマックス。はい、もう結構前に他の YouTuber の方々が食べられてるのを見たんですけど、正直食べれる気がしないかったですね。で、まあもうここに書いてありますけど、カロリーだって2142キロカロリーですよ。だって注意書きで1日1食までにしてください、カロリー摂取基準を上回る恐れがありますって書いてあるんですよ。ねえ、ちょっとバカじゃないのっていうようなサイズですよね。だってそれ言ってもだって必要なお湯の目安量が 1.3 リットル取るですよ。 1.3 ですよ、 1.3 どこにもあれ初めて聞きますよねえ。とりあえず今ちょっとお湯沸かしているので、じゃあこれちょっと開けて準備したいと思います。よいしょ。いや、食べれるかな、こんな大きいの。よいしょ。これの超大盛りとかあったやつでさえね、結構多いなと思ってたのに、どうすんだろう、これ。見て、火薬の量ねえ。ソースもほら結構な量あるよ。これあんまなんか変化は感じないけど、まあほら横見てもらうと分かるけど、通常のねサイズの火じゃないから、ざっと普通のペヤングの5人前ってとこじゃないかな。まあ大きい麺が2つしか入ってないからちょっと分かんないけど、多分この厚みからするとそうだと思う。お、お湯がなんか沸いたような感じがする。ちょっとお湯入れてきます。さあ今、お湯も捨ててソースも混ぜたんで、出来上がりました。ほら、なかなかの重量ですよ。すごいね。じゃあ、食べていきたいと思います。食べれるかな。で、一応じゃあ食べ終わるまでの時間も測ってみたいと思います。それではスタート。いただきます。すっげー、これまあ、10分が経過しました。半分ぐらいは食べたんじゃないかなとは思うんですけど、なかなか厳しいね。きついな。
べ、本気でお腹いっぱいになってきたわ、どうしよう。あと一口です。はい、じゃあ最後いただきます。ご苦労様です。かかった時間22分ちょっとかな。しばらくいらないかな、これてか、このサイズはいらない。あー、お腹痛い。まあ、そういうことで皆さんも食べるならお気をつけて。今回はここまでです。それでは。